ジャケットね。お。ジャケット系です。かっこいい。こちらですよ。ワナビーズのトラベルフーディーって言います。はい。だいたい選手が移動とかで、時にこれとか他のジャケットとか着てる場合が多いです。まあ、トラベルっていうぐらいだからね。トラベル。で、フーディーっていうけど、フーディーってよくさ、あるじゃん。ここ、これ、ね。はい、帽子？これってさ、被り物系が多いじゃん。はい、はい。なんか、これぐらいとかさ。うんうんうん、けど、これは、あの、下まで。あ、全開きなんですね。開きます。はい。さっき間違えて被っちゃった。ちょっと待って、なんで被ってきたんだろう。被ってきちゃった。何が出てるでしょ。見づらかったでしょ、ここ、色が。うん、確かに。同じなんだ。わかんない。はい。これ、色覚えてますか？ね、あれですよね。あれ。いや、出てきてなかったです。カーキ。初めてのカラーです。カーキ。カラー好きなんですよ、僕ね、呼び方。ブラウンストーン。ちょっと待って。ごめんなさい。って言うたらいいんだ。ごめんなさい。なんでブラウンストーンにびっくりした。うん、ブラウンストーン。ブラウンストーンっていうらしいんですよ。どれがブラウンストーンか。またね、2個あるじゃないですか、色がこことここ。どっちがブラウンストーンなの、まさかブラウンストーンなのか。それは分かんないです。はい。そういう人は、前から言ってますよ、これアシックスなんですよね、今回ね。聞いちゃいます。聞いてください。どこがブラウンストーン。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 わかんない。え、でもあの帽子は何色でしたっけ、あのアイロニングじゃなかったっけ、アイロンなんとかアイロンだって。え、でもそんな感じの色じゃないんですか ね違うのかな、似てるよね。ブラウンストーン、なんでこれだけブラウンストーンなの。うん、アーバインじゃないですか。アーバイン書いてありました。アーバイン前はね。あ、前はこれはアーバインじゃないよ。だアーバイン色では似てませんか、違うんブラウンストーンだと考えた。ここにそっか、タグがブラウンストーンって書いてあるんです。タグが語りますもんね。タグがすべてかな。ちなみにですよ、これ S 着てますけど私、うん、ちょっとなんかタイト、この辺が気になる、うん、気になりますかね、着てる感じが気になる。手はね、うん、結構ゆったりしてるんだけど、うん、この辺がちょっとね、中年小太りにはちょっと厳しいかなっていう。そうですか。はい、感じはします。うん、ちょっとタイト気味かな。タイト気味って感じ。まあワンサイズ上でもいい感じですか、じゃあ。そう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 。いい、いい、あの中にさ、分厚いものとか着たらちょっと厳しいかな。そうですよね。いや俺は本当にタグが全て語るっていうんであれですけど、うん、ブラウンストーンが気になってるんですよ。ブラウンストーンどこが。あとこのタグすげえいろいろ語ってくれてるんです、うん、まずトラベルフーディーレプリカって書いてあるんだよな。レプリカ、つまりデザイン全く一緒だけど、選手が着てるトラベルフーディーはもうちょっとランク上なのかもしれない。名前が入ってたりとか、とそういうことじゃなくて、まあそれはそうなんだけど、うん、多分入ってると思うけど、素材とか。へぇ、だからこれね、内側がこのなんていうの、このあのスウェードみたいになってて、うんうん、すごく気持ちいい、すごくクオリティが高いなってこれ自体は思います、うん、思うけれども、そのレプリカっていうのが気になるのと、あとなんだろうな、ちょっとカットが、あの選手仕様系というか、きつめだなっていう気は、わからない、深いね。でもここにはプレイヤーギアって書いてあるんだよね。どっちだ、どっちだ、わからない。メイドインチャイナです。タグ語んないな。タグがでわからない時もあるんだよな、なんでこれがレプリカなのか。うん、こう本当残念ながら、うん、お客様相談センター案件かもしれないです。本気で気になる方。いや、俺はお客様相談センターには言わない。言わない。連絡しないですよ、うん。連絡しないけれども、うん、その担当の営業担当とかに聞いて、どういうことや、うん、ってのは聞いてみたいなってちょっと思います。確かに。ググロー。はい。ポリエステル 96%、ポリウレタン 4%。やっぱりそのスウェード生地が入ってるんで、ポリウレタンが入ってるってことなんですね。ポリウレタン。はい。で、チェスト86から91、身長170から174。いや、それは嘘だな。それは嘘だな。だって165しかないのに、ピッチピチや。174の人なのか、これ着たら。ドゥーンって感じ。ピッチピチよ。多分。で、ここ下とこ絶対。絶対、それは嘘だな。嘘っていうか。嘘嘘じゃん。そういうことを言っちゃダメなんですよ、うん、動画の。嘘は誰もついてないです。ただ、どういうね、体型。そうそう。S という、ね、あれに表記がされていますけれども、うん、ちょっと S では、うん、で書いてあるちゃんとね、それが書いてあるのが、うん、この商品は海外日本共通で販売しており、うん、ジャスポのサイズ規格とは異なります、うん、
目安のサイズを表示、サイズ表示を参考にご試着の上お買い求めくださいって書いてますから、それはもちろん嘘とか、さっきの取り消させてください、すいません、本当に撤回させてください、撤回、そういうことじゃない、あのあくまでも目安ですから書いてある、店舗向きじゃないですか、ネットだと、ね、そう俺もそう思う、サイズがちょっとね、これね伝えづらい、でこういう1万4千円とかしそうなやつは高い、ご試着された方がいいですよ、これでいいのもなんだけど、はい、ウェブで気軽にポチなんていうのはね、ちょっともしかしたら合わない場合があるかもしれないんで、サイズちょっとね、ぜひ、店舗で、今ちょっと東京ってあるんですけど、そうですね、じゃあもう今日言っちゃうか、その流れで言っちゃう、実はですよ、ドゥドゥン、え、ラグビーオンライン、ドゥドゥン、実店舗もう1店舗近日中に開きますからね、おもしかしたらこの動画アップされた時にはもうあ、オープンしてるかも、かもしれないけど、これ撮ってるのはまだ撮ってる時は、全然オープンしてない時、でも決定したんですよね、決定したっていうか明日サインしますから、契約しますから明日、すごい、そういう現状で撮ってるっていうことだけ臨場感をお楽しみいただきたいってことです、はい、そうですね、というわけでそういう店舗でですね、まあ場所は某九州なんですけど、まさかの東京から九州行くんですけど、すごい九州店舗でもご試着いただけるようにご用意しますから、はい、その頃には東京店もオープンしてますから、そうですね、こういうのは来た方がいい、ぜひ来てください、でまあ店長東京店いるんで、もうタグが知りたい、見た人タグを読んでくださいね、タグタグが全てを語りますから店長と一緒にタグを見よう、タグを見よう、みんなタグを見よう、もっとというわけですよ、今日ご紹介したのは、ワラビーズのトラベルフーディーかっこレプリカのご紹介でした、はい、詳細はですよ、まあ下に書いてきますけど、分かんない部分も多いんで、本当に掘りたい人はメーカーに連絡してください、はい、では